白王山に対峙。明治大正の近代、日本の威信をかけて行われた一大事業をご紹介。ということで名古屋駅にやってきましたが、奈々ちゃん人形にテレビ塔とおなじみの光景は有名なんですが、名古屋の高級住宅街白王山へ行ってみましょう。はい、じゃあ名古屋の白王山にやってまいりました。ここはですね、愛知県の名古屋市の中でも高級住宅街になってまして、今から行くのはね、この白王山の奥にあるですね、日泰寺というお寺に行きたいと思います。じゃあ行ってみよう。日泰寺までの参道にはおしゃれなお店や飲食店が連なっております。まあ、この動画ではね、観光案内ではございませんので、少しだけ歴史を振り返ってみたいと思います。明治時代、日本も近代化を進めていたわけなんですが、当時イギリスの植民地だったインドでピプラーワー村というところがあったんですが、なんとここの遺跡から釈迦の骨が出土いたしました。考古学的にもこれが釈迦の真骨で間違いないということが分かったんです。イギリスは同じ植民地であり、なおかつ仏教国であるビルマとスリランカにこの御神骨を分けることにしました。その後、同じ仏教国であるタイにもビルマ経由で御神骨が移されることになったんです。これは当時フランスが植民地にしていたベトナムとイギリス植民地との緩衝地帯を作る目的で、間のタイが中立国として存在する必要があるっていう政治的な思惑で行われたんですよね。そこに登場したのが独立国日本。アジアで唯一の近代国家である日本は、タイと共に欧米列強に支配されない独立の道を歩もうという政治的な思惑が一致。お互いがお近づきになるためには建前順の何かの理由が必要だった。そこに登場したのが釈迦の御神骨。これを友好の証として使おうという日本側の目論みがあったわけです。そこで活躍するのが初代中大大使の稲垣万次郎。タイ政府に直接働きかけ、御神骨を日本に分けてもらえないか交渉を開始。しかし当時のタイの王様チュラロンコーンの名で知られるラーマ5世からある条件が提示されました。日本の仏教はいくつかの宗派に分かれていると聞いた。この仏舎利は確かな御神骨と認められた重要なものである。この御神骨は日本の仏教界全体に贈るものであって、特定の宗派に贈るものではない。日本の仏教界全体で受け入れ、さらに御神骨を受け入れる立派な寺院を新たに作って荘厳に供養してほしい。そうした経緯でもたらされたのが白王山の御神骨なのであります。日本仏教界の集大成としてこの白王山日泰寺は作られました。はい、じゃあ日泰寺というところで到着しましてね、ここはですね、白王山というところにあるお寺なんですけれども、タイの、ね、王様からですね、お釈迦様の骨をもらってくることになりましてですね、この骨をまあ納めているのがこのお寺になっています。そしてですね、ここのお寺というのはですね、仏教の各宗派のそれぞれがね、順番にこう住職を務めるということになっていて、まあ、例えば臨済宗とか浄土真宗とか浄土宗とか真言宗とか天台宗とかね、この住職の方がこう臨番制で務めているっていうのが特徴になっています。入り口の門が面白い。右側のこちらがアーナンダ、そして左側がマハーカッサパ。二人とも釈迦の直弟子としてインドに実在していた人物です。原始仏教の息吹が残っている感じがタイのお寺らしくて素敵ですよね。ご神骨をいただくために当時タイに渡った使節団がこのメンバー。正史に大谷公園、王芸師に前田常設、宇治島良音、そして日置木仙。真言宗、浄土宗、日蓮宗は宗派の事情により派遣は見合わせ、天台宗は初代日泰寺の住職を輩出することになっていて日本でお留守番。全部の宗派が一挙に動くというのは日本の仏教史においてもそうそうないことなんですよね。さあ、それでは日泰寺の本堂にお参りしていきましょう。現在のご住職は第35世時和井慈照さん、真宗高田派から輩出されております。住職は3年おきの臨番制で各宗派の官長が就任することになっています。画面のこちらは本堂裏手の総堂なんですが、こちらだけは総堂宗が単独で管理しています。現在の本堂は1984年昭和59年に建て替えられたもの。魚津常吉設計で竹中工務店が施工。この建て替えに名乗り出たのが松坂屋会長の伊藤次郎左衛門、名鉄社長の武田幸太郎、日本ヘラルド会長の古川為三郎、東海銀行会長の三宅重光、小島岡自動車学校会長の水野民也、名古屋の経済界をリードする5人が積極的に財を投じて作られました。
ここまでのお話は日本の仏教界と昭和の好景気に沸いた経済界の話でしたけれども、そもそも一体なんでここ名古屋にこんなお寺ができたのか。すべての宗派が揃って釈迦の御神骨をお守りするんだから、本当は京都や東京が良かったんじゃないのか。なぜ名古屋に日泰寺ができたのか、後半はそんなお話を続けてまいります。現在の境内にはご覧のようにチュラロンコーンの銅像が立っています。大王国とのつながりがあるっていうのがところどころに感じられますよね。コロナの前はタイからの観光客がとても多かったんです。境内には様々なお堂があって、こちらは天宮浦神社の弘法堂。お散歩を続けながら話を戻して、なぜ名古屋に日泰寺ができたのか深掘りしていきましょう。釈迦の御神骨は1900年明治33年に法芸師が持ち帰ってきましたが、当初は京都の妙法院というお寺に仮置きされておりました。そしてこの妙法院の中に日本大菩提会という全宗派の共同体が設けられます。なぜここまでに仏教界が盛り上がったかと言いますと、明治時代に入って政府の方針により廃仏毀釈運動という仏教の力を低下させ、神社の地位を向上させる政策がスタートしたからなんです。なんとか仏教の権威を取り戻したい、こういう願いが当時の仏教界にはあったんです。日本大菩提会は仏教復興プロジェクトとして釈迦の御神骨をお迎えして大きな話題を作りたかった。タイの王様からも御神骨をお祭りする大きなお堂、すなわち核王殿を建設するようにって言われてましたよね。そこで核王殿を建設する上で日本大菩提会は3つの条件を整理しました。敷地が10万坪以上、仏園遊園で正常構想の地、経費1000万円以上用意する、これを立ち上げたわけですね。正直こんな条件なかなか達成するの難しいです。当初の候補地は東京、京都と静岡県のあたり。静岡以外は広い土地の入手が困難で、逆に静岡の方は資金調達が難航、約2年もの間核王殿建設はストップしておりました。そんな折タイの皇太子が日本を訪問するとのニュースが飛び込む。やばいぞこれは、ご神骨の視察に来るに違いない。仏教界そして政治の世界に焦りが出始めたところでございました。そこに登場したのが名古屋の人々。経済界、政界、地元の仏教界がこぞって誘致運動を展開。現在の覚王山のあたり、旧田代村の42万平方メートルの土地を寄進すると申し出、さらには建設費の他に日本大菩提会が抱えていた多額の借金を肩代わりすることを提案。一気に筆頭候補地となったわけなんです。名古屋は中京と言われていて、東京と京都の中間地点でもあり、いろんな意味で都合も良かったんでしょうね。1902年明治35年仏教界全体を巻き込んだ選定委員会が京都の建仁寺で開かれました。出席予定議員は63人。途中退席が相次ぐ中、日置木泉議長のもと決選投票。結果は京都案1票、名古屋案37票、荒れに荒れた末の強行採決というほろ苦い結果となりました。1904年明治37年釈迦の御神骨は新しく作られた日泰寺へと移されました。日露戦争が続く中、暗いムードを打ち消すように名古屋市内はパレードが開催されたんですよね。日泰寺の見どころですが、先ほどの本堂だけではありません。釈迦の御神骨である法安塔、ここをお参りせずには帰れません。この法安塔が一番の聖地なわけなんですが、意外と知られてないんですよね。参道から本堂までは有名なんですけど、道路を渡った蓮向かいに法安塔はあります。絶対こちらもお参りしてくださいね。階段を登った先に釈迦の御神骨がお祭りされております。政治的な思惑からスタートした日本とタイの友好の架け橋、日本の仏教界の総力を挙げて作られたこの寺院は、名古屋の政財界を挙げての誘致運動の末、全てはこの法安塔に結実しているのであります。明治神宮を手掛けた伊藤忠太によって設計された法安塔、すぐ目の前には釈迦の涅槃像も置かれております。ここに釈迦の御神骨が眠っているのであります。覚王山日泰寺、名古屋の高級住宅街に佇む日本最大の仏教聖地は、近代の政界、宗教界、経済界三位一体の大事業として作られました。広大な境内には日露戦争の戦没者を追悼する慰霊碑があるほか、名古屋でも有数の規模を誇る霊園など、地元の声を反映した施設が多くあります。
周辺には弘法堂という地元の方が寄進した四国88箇所霊場ゆかりのお堂がたくさんあります。これは名古屋の地元の風習だった弘法さんから来てるんでしょうね。ありがたいお寺の周りに地元の風習を取り入れたっていう思惑がこういうところにも見て取れます。日本仏教最大の聖地についてご紹介してまいりました。この動画が面白かったら高評価ボタン、コメントもお待ちしております。また次の動画でお会いしましょう。それではまた。